フェリーチ・アネイリオは、イタリア後期ルネサンス音楽の作曲家。より進歩的な弟、ジョバンニ・フランチェスコともども、ローマ学派の一員である。ローマ出身で、生涯の大半をその地で過ごす。1568年から1577年まで、ジュリア・レイ・ハイドの少年生歌隊員として、ボーイ・ソプラノを受け持つ。ジュリア・レイ・ハイドを去る頃には、アルト歌手になっており、 その後1580年まで別の教会で歌っていた。この頃に作曲に手を染め、マドリガーレシューを完成させる。これはフェリーチ・アネーリオの生涯で唯一の世俗曲である。アネーリオは作曲を始めた頃に当時ローマで極めて人気のあったルカ・マレンツヨに影響されていたようだ。1584年までイギリス人身学校の学長に就任。 こうした地位は作曲能力に磨きをかけるかなりの好機となったに違いない。この頃には柔軟劇のためにマドリガールや合唱曲並びに歌曲を作曲している。1594年にジョバンニ・ピエル・リジダ、パレストリーナの後任として強皇調整課隊の作曲家となり、ローマの作曲家にとって最も輝かしい地位を手に入れた。1607年か その直後に司祭に除外され、もう一人のローマ学派の作曲家、フランチェスコ・ソリアーノと協力して、対抗改革の一環として、ローマ天礼のレスポンソリウムの改編に携わった。アネーリオは、保守的な作曲家であり、出発点において、少なくとも世俗曲を作曲した後で、大幅に、パレストリーナ様式を用いた。それでも、なお、 独自の濃密な表現力に到達している。北イタリアの進歩的な音楽運動の影響は、弱々しいとはいえ、作品において如実に現れている。その上しばしば、全西部による重厚なテクスチュアから、二世か三世から、なる薄いテクスチュアへと急激に交代することも好んでいて、北イタリアの進歩主義の痕跡が認められる。最後の作品は、 通奏低音を普及させた、ロドビコビアダーナの影響が歴然としているものの、旋律や火星の処方において、相変わらず、パレストリーナ様式に忠実であり続けている。わかっている限りで、フェリーチ・アネーリオは、気楽曲を作曲していない。アネーリオは19世紀のチェチーリア運動の中で、復権し、1854年の宗教曲集、聖なる音楽ムジカ・ディビーナによって、 マニフィカトやモテットなどが出版された。ありがとうございます。